まあ、顧問弁護士にも相談してちょっとまずいだろうと。下げて済むわけないじゃん、そんな。あの下げるのが下げるようにさせて、だからもうそこからだって、じゃなかったら法的に訴えるようになるした方がいいじゃん。すごいメール来たんだけど、え、うん、あの YouTube の総仕事メールの方にさ、うん、ああ、マイチンからメール、え、マジ、はい、はい、いや、ちょっと何だ、何だ、何だ、怒られてる気がする、え、え、なんで、ゆりチャンネルご担当者様お世話になります。ライジン事務局の笹原と申します。この度 YouTube チャンネルゆりチャンネル内での一部動画についてお問い合わせをさせていただきました。こちらを拝見しましたが、弊社が運営する格闘技イベントライジンの煽り VTR の内容と冒頭の映像があまりにも酷似しており、衣装を完全に表説している権利侵害にあたると社内で議題に上がっています。このような動画を公開していることは確信犯的に権利侵害をしており、誠に悪質であると判断せざるを得ません。大変恐縮ですが、一度チャンネルの責任者の方もしくはゆり様ご本人と話しさせていただきたく思います。つきましてはピンポイントで恐縮ですが、以下日時に弊社にお越しいただけないでしょうか。弊社代表の榊原も同席させていただく予定です。舐めた小僧だな。ミクル君、タップしないんだっていうね。今回初めて経験することになる。事務所に来てほしい。9月12日空いてる、空いててよかったのか、よくなかったのか。でもこれ断れなくなってる。いや、でもなんかさ、悪気がなかったからさ、本当に。名前、ユーリンだって。いいだろ、別に。いいだろとか言って、俺向こう行ったら謝りまくんのかな。やばいね。お疲れっす。お疲れっす。お疲れ様です。行きましょう。ね。怖いな。どんな感じなんだろう。ちょっと何かあったら頼むよ。何かあったらって謝るしかないでしょ。先頭行ってよ。OK。あ、すいません、ゆりチャンネルのものなんですが。はい。あ、すいません、こんにちは。あ、すいません、よろしくお願いします。はい、すいません、お願いします。怒ってんのかな。どうなんだろう。怒ってんのかな。結構怒ってる感じなの。あとは早くしてな。これ徳屋にパクリすぎた。え、徳屋にパクリすぎた。いいだろうかしら。ご飯飲みやすい。おはようございます。どうも、始めました。はじめまして、ゆりチャンネル塚本です。名刺交換ですか。あ、すいません、自分たち名刺持ってないんですけど。宮坂です。あ、すいません、失礼します。あの、あれですね、もともとは格闘技はお好きな感じなんですね。はい、はい、大事なこともずっと見ていただいて。あ、もちろん、はい、もちろんみんな大好きです。で、年末、はい、あ、そうですね、はい、自分たちも行かせて、あ、そうです、みんなで。あの、まあ、格闘技お好きなのはすごく僕らにとってありがたいことなんですけれども、はい、まあ、ちょっとメールでお送りした通りなんですけれども、はい、あの、まあ、言って、まあ、すごく分かりやすく言うと、はい、まあ、ライジンってイベント作っていて、まあ、当然それは写真もあるし、はい、映像もあるし、はい、例えばそのポスターのビジュアルとかもあるし、はい、まあ、いわゆる衣装ですよね、はい、ライジンというものの衣装を、まあ、あのゆりさん の, その YouTube チャンネルの中で、まあ、かなり自由に使われているんで、あの、まあ、まあ、最近その点のことが多いんで、まあ、顧問弁護士にも相談してこれ どうですかねっていう話をしたら、はい、ちょっとまずいだろうと、さすがにまずいんじゃないのということで、まあ、ちょっと昨日、先日ちょっとメールを送りさせていただいて、はい、まあ、ちょっと聞いていただいたっていう流れ、はい、まあ、お互い、まあ、権利ビジネスをやる中で、ね、商売成り立たせることもあるし、まあ、本当に僕らも結構いろいろなとこからそういうことも逆に
権利侵害だって言われることもあるし、うん、まあ影響力が大きいだけにその辺が一方的に勝手にやられるのはたまってもんじゃないし、はい、うん、まあその辺のところをちょっとコンセンサスをきちっと取れる、ね、取る必要があるなということだよね。まあ、一般の方だったらまあね、まあ、まあ、その許しはしないですけれども。アーティストの方とか、まあ、権利元であるがゆえにその辺はきちっと、うん、しゃれて済む分と済まん分とあるので、はい、まあ、はっきりしていかんといかんなと思ったりね、はい、結構格闘技がみんな好きで、だからこそなんか真似したり、うん、いや、好きとか全然いいんですけど、それはやりたいことなんですけど、好きとかじゃなくて、それと権利を侵害することは別の話なので、うんうん、そこはしっかりそのこう線引きをして、うん、や、そう、まあ、お互いそこをやっていかないとちょっとまずいかなっていうのが、まあ、我々としては見解です、ね、一応自分たちもいろいろ話してこういうのやったんですけど、一応シャレで済むかなとは思って、ね、もうシャレで済むわけないじゃんそんな、きちっと大人だし、はい、権利持ってる、いや、その辺のガキがやってるならいいよ、ユーリって名前も日本中みんな知ってるわけじゃんか、そういう人がそんな真似してすみま、シャレで済みました、済みます、済むと思ってましたって話じゃないもん、そりゃ影響力お持ちの方なので好きです、シャレでやりました、ちょっとさすがにちょっとそれでは済まないかなっていうことなので、ちゃんとルール作りっていうのをお互い話をして、うん、ルールも何もまず取り、はい、下げるのは下げるようにさせて、だからもうそこからだって、はい、じゃなかったら法的に訴えたり何かした方がいいじゃん、その、だってそのだから笹とかが常にそうやって甘いこと言ってるから、はい、みんな選手たちにしても何にしてもアーティストの人たちもいいやいいやでやっちゃうんだしさ、このチャンネルの責任者は僕ですか、まあ、でも実際のところやられてるのは実際は多分自分たち周り の、うん、当然、うん、俺もそうだけど、ゆうり君にしたってアーティストなり名前、ね、表に出てる人間とは別にそういう人を守っていくように、それはもうニクルにだってはっきりそういうことを強く言ってるけど、うん、周りがしっかりしないと、やっちゃった本人たちは、あ、すいませんでしたって言って本人がやってるようなふうになっちゃうからね、まあ、でもちろん本人が一番そこは最終的に終わらなくちゃいかんけど、周りがしっかり話し合う必要があると思う、うん、まあ、編集は2人がやってるんですけど、うん、企画者は僕が考えてましたし、うん、まあ、ユーリっていう名前でライジンでこう、うん、ユーリにってやったらすごい面白いのかなって勝手にそう、うん、なんだろうな、まあ、その場の勢いと思ってこうやって、うん、なんか人気コンテンツになればいいなと思って、うん、でもまあ確かに正直ここに来るまではいまいち自分でも何がいけないんだろうってちょっと思ってたし、うん、メールが来た時もそんなにいけないことなのかなと思ったけど、うん、今ここで話を聞いて、そうですね、まあ確かにそうだなと思うところもあったので、 でも実質そのもちろんそのユーリがやってるユーリチャンネルでそのユーリが頭立ってるんですけど、責任的には多分自分たちがアップロードしたりとか最終的にケツを持つのは多分自分たちではある、その本人はこうやって言ってますけど、ちょっと2人だけちょっといいですか、あ、熱いですね、あ、ちょっとパソコン持って、本当にそれやってるんですか、もうだいぶ前からやった2年ぐらい、2年近く前から YouTube の企画としてやってる、そうですね、この企画でなんか一個やっぱり YouTube って例えば朝倉未来さんの喧嘩島とか、うん、人気コンテンツなんで、うん、僕たちも一個なんか欲しいなって言って、うん、でよくメンバーでそのライジンを見てたので、なんかちょっと絡めるような対決みたいなしたら面白いんじゃないかなと思ってやってしまったので、それは本当になんか、まあ、それはないんだよね、本当に、うん、こういう時代だから何でも、はい、何でも許されるじゃんみたいな、ユーリもやってんじゃんみたいな、それは本当いろんなことを助長しちゃうんでやめたいんだよ、ね、本当にやめてほしいし、うん、落とさなきゃならないと思うので、まあ、そこは責任を取って、まあ、男らしくやめてもらう、うん、
まあ、新しい形でやるのか、そこははっきり決着をつけたいし、まあ、マネジメントサイドで同様としたものがあるのかだけど、そんなことで法的なことになっても、まあ、俺たちも格闘技界も常にあのネガティブな悪意を持って近づいてくる人たちが多かったりするからさ、自分たちで自分たちを守っていかないと、ちょっと考えちょっと足りなかったなと。そこは多分あの何らかの決着をつけて、で今後どうしていくかって話なんだと思うけどな。どうする？何ができる？道具を落とすことは可能だし、うん、まあ、それは同じようになんかマライズさんの力を借りている方がパクっているような感じで、うん、こういうふうになったので、なんかもっと違う自分たちだけのコンテンツを作るしかないから、うん、落とすことはできるし、他は例えばどんなことがあるんですかね。だってたくさんお金持ってるんだから、お金で解決するとかも、うん、ミートゲーしてるしさうん、それにプラマイするんですか。これ1500ぐらい。そんなすんの。これ YouTube で、すごいね。何本ぐらいの何本ぐらいのお金ですか。いやいやいや、その時ね。え、でも最近です、本当に。じゃあ何本ぐらい持ってるの。あ、もう1本この時計ともう1個シルバーの1本あのロレックス持ってるんですけど、その金銭面とどのぐらいなのかなっていうのもありますし、金はだったらさ、金じゃなかったと金は払えるの？金額しないの？そうですね、できればでも邪魔持ってるでしょ。いやいやいや、そのいいと、はい、なんかもちろんお金じゃない方が、うん、なんだろう、まあ、できることは少ないかもしれないですけど、なんか、うん、なんでもするわけかもしれないけど、あれはだったらこの9人まで効果を歌う、効果を歌う、てってれー、てってれー、てってれー、どこまでがドッキリ、どこまで、どこがどれ、そういうどれですかマジで、もう、そういうこと、目をそらしたくて目を見るしかないから見てないけどさ、もうマジで嫌なのかな。あーお金とかいくらだよ。ちょっとゆりさん、今の素直な感想まず。いや、今言ったじゃん、もう嫌だったよ。結構来るまで、何が悪いんだこれって、そんないけないことなのかな。こんなになってたらめちゃくちゃ俺悪いことしてたのかな。いやー、ほっとしましたね、それにして。ちょっとドッキリじゃないこともあるんですよね。え、今そう、国家を歌う。あ、それはもうめちゃくちゃ嬉しいので、ね、本当にあの、え、それは本当ですか。そのもう一人出てくるのがないですよね。そこまでパタパタやらないと大丈夫です。いや、本当ぜひ貸してください。メイウェザーの試合があるんで、それで、まあ、メガボッカをレスの方に行った時に、メイウェザーも行って、ミクルもいるところで、まあ、日本の国家ファーストで、国家、ぜひ、お客さんと全部本当に我々の胸が痛いんですよ。そこまで、あの、なんか、自分とも葛藤しながら、正直突っ込めたんですよ。こちらの、僕はドライフラワーが大好きで。ありがとうございます。何回聞いたんだろう。ここくらいまで怒ってるって、どの取り方か考えてて、一番嫌なのが、怒鳴られとかだったら、もう謝るしかない。一番嫌な怒り方だと思う。ねじっこい声だったので、ちょっとじゃあ最後エンディングトーク撮りますから、ね、はい、もうとりあえずドッキリは大成功ということで、ちょっとカメラセッティングします。はい、お願いします。こんにちは、ゆりです。スペシャルゲストなんですけど、すいません。スペシャルゲスト。お願いします。金倉さんです。すいません。
申し訳ないです。え、9月25日はじゃあ本当ってことですよね。もう、もうそれはぜひ。で、アメリカの国歌はクリス・ハートさんに歌ってます。もうめちゃくちゃ練習していきます。はい、お願いします。はい、独特な雰囲気の中です。やっぱユーリすげえなって言わせる機会でもあるんです。はい、世界中が見ますね、今回。すごい圧が。でも確かに、でもまあ、チャンスですから、ね、チャンスだから頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。本当に今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大決定です。はい、お願いします。はい、皆さん9月25日ぜひ見てください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。詳しくは概要欄で。はい、お願いします。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。ありがとうございます。ありがとうございました。すいませんでした。はい、はい、ちょ、ご本人が来る前に、うん、ちょ、事前に作戦会議。本人全く知らない。あ、そうですか。本当やばいね。ガンガンに済んじゃっていい。あ、はい、お願いします。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 一応1時に家に来ると思いますので、はい、最後カメラ。てってれー。どこまでがドッキリで、どこまでどこから。こうだった。いや、怖いってか。でね、今日はあんまり怖く、本当に好きだから、あまり怖く攻められないんですよ。これ、ね、ミクルとかカイとかだったら、もうガンガンに行くんだよ。この年になったら、気が重いよね、もう。ユーリは乗せていいんだよね、だから。大丈夫ですか。大丈夫です。頑張ってください。はい、もうなんならテーマ曲とか使ってた。ありがとうございます。丸パクリで言った。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。